今話題のニュージーンズが音楽番組に今週から出演しておりますが、はい、はい、チッケムが公開されているので再生回数をランキング形式でご紹介したいと思います、はい、ニュージーンズ応援している方ぜひぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。風邪で休んでる間にもうビッグニュース飛び込んできたわと思って突然ニュージーンズの MV 公開されたのでびっくりしましたね。なんかすごいの出たよっていうのは聞いてたけど、はい、私は全然もう全然だったテルテルが、うん、なんかすごいんですよって なんかすごいの出てますって言ってずっと見てたんでしょ。ずっとあの病気療養中にずっと見てましたね曲がおしゃれだからね。おしゃれだったね。おしゃれおしゃれですね。そしたらその期間なんかもう青春スターとかで言われてやるよって言われたのが青春スター最終回2時まで見た次の日睡眠不足の中ちょっとお勉強した青春スター遅かったですね。遅かった。あんな時間に生放送やります？10時スタートって ね面白かったけどね。せめて8時ぐらいから始めないとねって感じですよね。体力持たないよ。あ、え、生放送ですよね。そうよ、ね、だって随時何分ですっつってたからまあまあ青春スターの話になっちゃいましたけどごめんごめん失礼しました、まあ、ニュージーンズの話ですね、まあ、ニュージーンズそんなにまだ詳しくないって方もねいらっしゃるかもしれないんで私は青春スターの話になっちゃった、ね、ごめんなさいねされちゃいましたね。まあ、ニュージーンズの説明ちょっとねさせていただきますけれども、まあ、ハイブの新規レーベルのアドアが初めて披露するガールズグループですね、うん、チーム名は毎日探してしまういつ履いても飽きないジーンズのような時代のアイコンになるという抱負と、うん、ニュージーンズになるという覚悟が込められていると。あんまりちょっとよくわかんないけどとにかく身近な存在って感じなのかな、うん、そういうことだね。そういうことですかね、うん、デビューアルバムニュージーンズは8月8日にあの正式発売されますけれども、うん、あの音盤がそうねまだの、はい、音源はもう8月1日の午後6時に公開されてますね、うん、メンバーは、まあ、年齢順にいきますとミンジさん2004年生まれの18歳、そしてハニーさん2004年生まれの18歳で、ダニエルさん2005年生まれの17歳で、ヘリンさん2006年生まれの16歳、ヘインさん2008年生まれの14歳。まあ若い、ここ最近デビューしたグループで一番若いんじゃないですか、うん、っていう感じですよね。言われてね YouTube 見てて、はい、したらヘインさんの Vlog、うん、練習 Vlog みたいなのがあって、はいはい、すごく可愛いの、うん、レッスン室でこう鏡のところにムキムキマッチョのトレーナーに、はい、背中を押されてグーって開脚ですか。そうそうそうであってくっつけて開脚してて、うん、すごいなっていう。あ、なんかちょっとねそう YouTube の活動をしてたんですよね。なんかそうコンテンツに出てたんですよね。そうそうそう、それを見てね、あこの子ねって言って、うんうん、あこの子この子唇熱い子ねって言って覚えた、うんうんうん、覚えた。なんかアーミーらしいですね。そうだったねらしいですよね、うん、なんかお部屋持ってた。成功したオタクってやつですかね。そういうことだ ね事務所に入ってますからね、うん、お洋服いっぱい持ってた、うん、おしゃれさんかな、うん、可愛かったよね。可愛いですね、うん、でなんとねニュージーンズ成績がすごくてですね、うん、音源発売当日あのデビューアルバムニュージーンズは Spotify で累計再生回数206万回、累計リスナー数226,000人、累積フォロワー数88,000人を達成して、3つの部門とも今年デビューした K-POP ガールズグループの成績としては最高記録なんですって。あれすごいですね。なぎ倒したんだ。なぎ倒して数々の新人グループをすごいね。すごいですね。だって MV 突然解禁したから事前のプロモーションほとんどなかったと思うんですよ。そうだよね。で、まあ、何が起きてるの、うん、ミンヒジンさんのねグループがデビューするっていう話はずっとありましたけど、でもまあミンヒジンパワーか、ミンヒジンパワーじゃないですか。ミンヒジンファンがやっぱいっぱいいるんじゃないかなっていう気がしますけど ね。4日の午前8時基準ではフィンランド、ロシア、インドネシア、タイなどの9つの国地域の iTunes トップアルバムチャートを1位記録ということで。でもわかる、フィンランドとかロシアとかなんかちょっと寒いところ、うん、でもタイもあるよってね。インドネシアとタイ、あの東南アジアもあるよっていう。 K-POP が熱い国だから結構アジア熱いですもんね、うんうん、なんかなるほどなとね。すごいですよね。で予約販売3日目の27日の時点でもう先行注文量が44,000枚ですって。44万ってすごくないですか。もうファン層どの辺なんでしょうね、うん、どの辺、女子男子どっちみたいな。そうだね、いろいろ気になりません。気になる、うん、海外なのかそれとも本国人気なのか、うん、なんかこのファンダムがまだよく分かんないから。そうだよね。でも練習生プロみたいなのいるじゃない。はいはい、はい、練習生にやたら詳しい。あ、いるいるいる、いらっしゃるいらっしゃいます。そう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 、練習生情報の方。そうそう、だから練習生プロの中の人気もあるんじゃない、うん、ああなるほどね。元からの知名度がありますからね。ミンジちゃんとかは ね、うん、だからそういうのか、ちょっと詳しい方知りたい、ちょっと知りたい、うん、あのご存知の方教えてほしいですね。どの辺に一番ヒットしてるのかね。中毒性がある
ある音楽。そうですね、おしゃだけど不思議な感じ、不思議な感じも全然これまでの K-POP の感じとはガラリと変わってって感じですよね、うんうん、でまあ音楽番組とあとまあスタジオチームにね出演してたので、うんうん、まあ、そのチッケムの再生回数をもうちょっとご紹介したいと思うんですけれども、うん、まずはスタジオチュームの方でアテンションパフォーマンスしていたんですけれども、そのチッケムの再生回数がこちらになっております。第5位がダニエルちゃん、第4位がヘインちゃん、で第3位がヘリンちゃん、で第2位がハニちゃん、第1位がミンジちゃんですね。ねえ、もうアテンションの MV も突如だったんで、もうめちゃくちゃびっくりしましたけどね。そうね、ちょっとスピード感感じなかった？スピードみんな来ますよね。ボディ&ソウルですよね。そう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 。そう、ボディ&ソウルのなんか MV ってあんななんか外かなんかで、天気いいとこでなんか、そう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 、なんか歌ってませんでしたっけ？芝生がオバオしたとこで歌ってた。そうそうそう、歌ってましたよね。バスケのユニフォームみたいなの着てた。着てた着てた着てた。だからじゃない？ねえ、なんかそのイメージがすごいスピード感があるなーってみんな言ってますよね。ね、やっぱアラフォーとしてはね、思い出しちゃいますよね。なんか懐かしもあるんだよね。うん、なんか曲の感じもちょっとこう懐かしい感じがどこかしらあるのかな。黒髪ロング、不思議ね。不思議ね、全員黒髪ロングでね。何なんだろう。見分け最初つかなかったですね。ダニエルちゃんだけは分かりましたけど、だんだんまあ見てたら、そうそうそう、ダニエルちゃんは分かる。洋、うん、顔だから。もうね、今は覚えましたけど、最初はもうね、誰誰誰みたいな覚えるの大変でしたけど、そう、もうそれも新しい戦略ですよね。で続いて M カウントダウンでなんと3曲披露したということで、このだからこのやり方もすごいよね。すごいですよね。だってもうトリプルタイトル曲なんですもんね。うん、まず4曲中3曲タイトル曲。ばらけちゃわないところがすごくない？すごいですよね。どれも再生回数いいわけでしょ。いい、うんうん、怖いね。すごいすごいですよ。怖い子。北島ママや。久しぶり。恐ろしい子だっけ。恐ろしい子。あ、怖い子。どっちですね。はい。白目向いちゃうよ。白目向いちゃう。あゆみさんがね。そうそうそう。はい、先生かな。先生よ。あ、月影先生か。うん、M カウントダウンでは、まあ、3曲披露したんですけど、うん、チッケムはまあ、ハイプボーイとクッキーのチッケムがあるんですけれども、うん、まずはハイプボーイのチッケムの再生回数ランキングがこんな感じになっております。うん、はい。5位がヘインさん。4位がダニエルさん。3位がミンジちゃん。で、2位がハニちゃん。1位がヘリンさんで、ハイプボーイはなんともう4パターンも MV があるっていう、またこれまた斬新な楽曲ですけれども、なんかあれですね、青春チックな感じで全部ストーリーがちょっとあって、うん、海外ドラマの青春みたいな、うん、なんかね、男の子がね吸入器持ってんのよ。あー、ありましたね。そうそうそう、吸入器をデコるっていうね。うん、なるほどね。デコってましたね。デコってた。うん、あ、そこ気になっちゃった。ああいう世界観ね。世界観そっかっていう、うん、なんだろう、ちょっと不思議な世界観でしたよ、ね、でもまあ海外ドラマ風っていう感じの ね、世界観ですよね、うん、まあ、楽曲的には私は一番好きですけどね、ハイプボーイがなんかおしゃれな感じで、うん、でも K-POP 聴いてるって感じはあんまりしないから、洋楽聴いてるみたいな、うん、そうなのよ、感じの感覚ですよね。なんかね、感じですよね。なんか分かんない、怖いのよ私は。何かブレーキをかけてるの。怖いの怖いの。そうそう。101回目のプロポーズですか。浅田敦子ですか。本当だ。怖いの怖いの。あった。あ、そうね、そうね。それに近いものがある。浅田敦子に近いものがある。あるあるある、ね、感情的には似てるわ。なるほどなるほど、わかりました。続いてM カウントダウンの、まあ、今度はクッキーのチッケムの再生回数ですね、うん、こちらになっております。第5位がヘインちゃん、うん、第4位がダニエルちゃん、うん、で第3位がハニちゃん、うん、で第2位がミンジちゃん、第1位はヘリンちゃんですね、うん、まあ独特な MV でしたね、うん、クッキーもね、うん、ボーイッシュな衣装でなんかシンプルな感じでしたけど、まあなんかちょっと他の2曲とも雰囲気違うし、うん、でもここまで振り切れると見ちゃう、はい、あ、なるほどね、うん、突き抜けてはいますね。そうそう、そういうもんなんだなって思って。そうですね、もうとにかく世界観が売りっていう感じでしょうね、うん、そうね、だからすごい見た、これが一番、うん、クッキー一番見たかもしれない。あ、本当ですか、うん、淡々としててなんかすごいわーって盛り上がるわけじゃないっていう感じはもうトレンドですよね、うん、今感情がないっていうね、うんうんうん、あえて感情消すみたいな感じなのかな。だから怖いんだろうね、うん、でもなんかあれですよね、パフュームとかもあえて個性出さないじゃないけど、うん、感情とかを出さないようにするみたいなプロデュースですよね、うん、そうだね、うん、でも結構ねやっぱね、クッキーは怖いとかちょっと、うん、ちょっとホラーっぽいみたいな意見もちょこちょこ見かけますよ、ね、なんかね、ハマったら終わりみたいな感じがするからかもしれない。いやいや、そう、ハマりそうな感じもするし、中毒性はすごいあると思います。とミュージックバンクの方にも出演しておりますが、うん、そちらアテンションですね、うん、はい、のチッケムの再生回数がこちらになっております。第5位がヘインちゃん、第4位がダニエルちゃん、第3位がハニちゃん、
第2位がミンジちゃん、第1位がヘリンちゃんとなっております。全然さっきから再生回数には触れてないんですけれども、触れてごめん大変失礼いたしました。あのヘリンちゃんとミンジちゃんが人気なんだと思います。そういうことだね。ねえ、あのツートップっていう感じかな。ミンジちゃんはうまいよね。ミンジちゃんうまいですよね、うん、一番こう素人目に見て実力一番あるかなっていう感じ、うん、でこの子は練習生で結構知名度がね、そういうことね、はいはい、皆さん知ってる方も多かったんじゃないかなと思うんですけど、うんうんうん、まあ、私はちょっとヘリンちゃんそんなに存じ上げなかったんですが、うん、大人気です ね。ビジュアルかな。ビジュアルですかね。可愛いですもんね。猫目でね。ね、猫目の感じでインパクトあるからかな。でね、なんかね、ニュージーンズちゃんたちは前髪あったりなかったりするんですよ。だから最初髪型で覚えようとすると、前髪の子と思って覚えようとしたら前髪次はなかったりして、あれはウィッグだね。前髪がウィッグってことですよね。そういうことだね、うん、だからヘリンちゃんも前髪あったりなかったり、うんうん、そうそう、ヘインちゃんもそうですね、うん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 、それも不思議。不思議。普通なんか覚えてもらうために一貫させるじゃないですか、うん、その活動期間中は ね、 なんかそうね、うんうん、あの活動が変わったら、曲が変わったら色変えたり髪型変えたりすると思うんですけど、うん、なんだトリッキーなことしてくんなみたいな世界観でしょうねえ、ヒジンさんの、うん、意図がいろいろ巷で有名ななんかまあいろいろ話題にはなってそうますけどね、まあ、同世代かなミンヒジンさんね。そっか、うん、と思いますけど、だからまあなんていうの、なんか紙一重っていうじゃない、芸術と、ね、ちょっとなんかね、そう、そういうことなんだ、変態チックなことがそういうことなのかなっていうことなんだろう、ね、ことなんじゃないかな。やっぱ芸術家ですからね、アートディレクターですもんね、元ね、うんうん、でまあそう、ちょっとぶっ飛んでないと出せない世界観みたいな。そうだと思う。だからその世界観に合う子を選んだって感じじゃない、世界観売りって感じですよね。でもそれは大成功だと思うよ。大成功だからこんだけ反響があって、うん、はいはい、注目されるわけで。そうですね。でも世界観はハイブは大好きですからね。大好きよ。だからハイブに合ってるってことですね。そういうことだよね。そういうことになりますね、うん、今までない世界観ではありますけどね、うんうんうん、ちょっともう新しいですね。思春期なんかわからない、危うさ、何もないとかさ、うん、これからいろいろ入っていく、色がついていくみたいな感じなのかもしれない、うんうんうん、はい、かもしれないですね。うんうん、まあね、ご本人たちもいろいろ成長していくでしょうから。そうね、だから、うん、なんていうの、大人からすると、うん、見えないのが怖いっていうところよね、うんうんうん、人となりが分かるとか、はいはい、この子なんかこういう感じあるなとか、うんうん、こういう表情するなとか、うんうん、あるじゃない、はいはい、でまあ、サバ版から見てることが多いから、ね、感情にしやすいけど、はい、急に出てきてミュージックビデオだから、うんうん、そうですね、何も知らないからね。そうね、そうですね。ルセラヒムとかはね、うんうん、やっぱもうもともと知ってるから、さくらちゃんとかも、その違いはちょっとあるかもしれないですね。若いし ね、 ね、まあ、これからきっとバラエティとかそういうのもあるんじゃないかなと思いますけど、 そうね、そういうのでまあちょっとキャラクターとかが出てくるのかなと思いますけど、ね、どのくらい世界観守るの、守るかね、うんうん、でもまあちょっとあんまり前例にないプロモーションの仕方しているから、うんうん、今までの K-POP の定番のコースだからバラエティやってとか、うんうん、そうじゃないかもしれないですけど ね、 そうね、知ってもらってっていうよりも世界観売りだからね、はい、うんうんうん、別に素は見せませんみたいな感じかもしれないし、うんうん、素があってほしいそうですね、カウントダウンライブとかはやってましたけどね、 MV 解禁の前は、うん、そこでちょっとね喋ったりして素は見えましたけど、ちょっとどんな感じで展開していくのかはちょっとまあ要注目っていう感じ、ね、皆さん、うちの視聴者さんはどんな感じの反応をそうなんですよ、しているのか知りたい。そうなんです、うん、ね、皆さん割とガールズグループのファンの方がお茶会 TV は多いかなと思うんですけど、うん、ニュージーンズさんに注目しているのか、うん、見てどんな風なご意見をお持ちなのか、うん、ちょっと気になりますよね。気になる、教えていただけたら、はい、はい、そうですね、代表はもう浅野敦子になっておりますというこという結論でございますけれども、皆さんはどうですか、浅野敦子になってないですかっていうね大丈夫ですかっていうところでございます